お待たせしました。ただいまから知事定例記者会見を始めさせていただきます。まず冒頭知事からご発言ございます。はい。まず、9月の、定例会についてです。来週の25日から、定例会、9月定例会が開催をされます。補正予算案約49億円、工事請負契約の締結など事件議決案、17件、新たに制定するもの、2件を含めた条例案、25件、人事案件1件と65件を提出をいたします。補正予算案には災害、医療体制の充実や地域の防災拠点等への、再生可能エネルギーの設備の導入、復興関連予算で、造成をした基金に、かかる国費の返還などを計上しています。これら提出予算議案をはじめ大阪の成長と安全安心の観点から重要な課題、があります。まず、国家戦略特区、大阪から世界に打って出ると、世界を取り込むというテーマとして先月11日に府市共同で提案を実施をいたしました。昨日担当者が国のヒアリングを受けたところです。今後早いものは9月中にプロジェクトとして選定をされ、臨時国会での議論を得て10月中に決定されると聞いています。特区を突破口としてこれまで崩れなかった岩盤規制や制度をこれを取り払っていきたいと思っています。次に、南海トラフの対策です。人命を守ることを最優先とし被害を最小化する防災・減災の観点から取り組みを進めることが重要です。国家的課題として考えていただきたいと国に要望に行ったところです。津波浸水被害の軽減や密集市街地対策の促進など取り組みを進めてまいります。またエネルギー関連においてはふと大阪市で、大阪エネルギー地消地産推進プランという素案を公表したところです。2020年度までに新たに、150万キロワット以上、の電力創出を目標に、太陽光発電等の飛躍的拡大を図ってまいります。この議会での、議論というのはネットでも公開されるのでぜひ、多くの皆さんにご覧いただきたい。そして、今日の議論でももう申し上げましたけれども、この機会に人事案件について、一点報告いたします。9月30日に任期満了を迎える教育委員、中尾教育委員の後任として松竹芸能社長の井上貴博氏を人事案件として提出をいたします。この井上さんは経営者としてグローバルな視点を持っているところ、人材育成や企業経営、に関してさまざまな経験を していると。またお笑いを通じて、教育事業に貢献する、いうそういう取り組みも、されているという方で適任だとこう思っておりまして、議会にご同意をお願いするものです。以上、僕からは以上です。特区の点につきましては先週11日ですので、よろしくお願いいたします。それではまず幹事社の、毎日新聞の堀さんからお願いいたします。すみません、幹事社の毎日新聞です。よろしくお願いします。先ほど知事からもお話ありました松竹の井上社長の起用についてなんですけども、起用の経緯、報道でも一部出てますけども、改めてちょっと知事の方からご説明いただきます。これ中原教育長からね、いい人がいると一度会ってほしいとこう言われました。お会いしてお話をさせていただいたところ、非常に、ビジネスマンとしてのね、今までのご経験、これビジネスというのはやっぱり人ですからね、人を育ててきたそういう実績と、それからやっぱり今松竹でやっていただいた松育、だからこう笑う育ですね、こういう取り組みもしていると。でこれはやっぱり子どもたちに読解力、プレゼン力、コミュニケーション力、
こういうことを、こういうものの向上を図るためにやってる事業だということを聞かせていただいてね、まあとにかくまあ今、学力テストの結果もこれ非常に厳しい状況の中で、まずはやっぱりこう読解力っていうのが非常に僕重要なのかな。やっぱり問題の意味ね、その試験の時に問題の意味がしっかりと分かってるのかどうか、こういうところが一番今の大阪の教育に足らないところじゃないかな、こういうふうに思います。まさに、この人にやっていただきたいと思って、推薦をしております。選任をお願いします。一度愛されてその井上社長のかなりそのやっぱ教育に対する熱意というのもやっぱこう知事は結構お感じになられたんですかね。そうですね、まあ今までやってこられてる取り組みも、やっぱりビジネスマンとしてこうまあお聞きしてると、まあ松竹のさまざまな関連の企業ね、厳しい、状態の会社とかも非常に再生させてこられてると、これやっぱりね人をねうまく使えてるということなんですね。人をうまく育ててるというところだと思いますからね。その僕らも全然そのちっちゃいちっちゃい会社の、そういう経営社でしたけど、要はね社長がねこういう方向に行きたいと、こういう形で、事業に取り組んでいきたい、それを社員にうまく、こうコミュニケーション取れてるからこそね、企業が、一つの方向に向かっていけて、まあ利益につながると。だからまさしくご本人自身がプレゼン力、コミュニケーション力のある方なんでしょうね。だからそういう能力をお持ちだということで、ぜひそういう能力をどうすればそういう能力を持つことができるのかというところをね、子どもたちに伝えてもらいたい、そういう思いがあります。分かりました。あと先日の台風18号の件でお尋ねしたいんですけども、その時のですね、府内ではそんなに大きな甚大なさほど被害というのはなくて幸いだったと思うんですけども、府としてのその危機管理対応についてですね、知事はこうどう総括されて、またその浮かび上がったその課題ですね、何かこうあるかどうかということをちょっとお聞かせください。大阪府の体制としては細かい数字はまた言いますけども、土木事務所、それから待機はどのぐらいだったかね、600人近く、もしもの時に備えて待機してましたし、情報収集はもう万全を期してたと僕はそう思ってます。ただ今回の件で課題は、まさに避難勧告、大和川が氾濫するということでの避難勧告が、それぞれの市長に市によってね、違うかったと。で大和川挟んで右や左で、勧告を受ける避難勧告を出る基準が違うというのはこれはちょっとおかしいなと思いますので、そこはきちっと合わせていくということです。一義的にその避難勧告も市町村の権限ですし、あとその特に消防行政も市町村だと思うんですけども、これやっぱり府として、府の関わり方というのはどういうふうにあるべき、例えばコーディネーター役みたいな形になるんですか。指導助言ですね。だから今回の件でやっぱりどちらも対岸を見たらみんな避難してて、反対側は避難してないけど、今度避難してない側から見ると大丈夫なんかなと思いますし、思うしね。だからやっぱり基準は統一するべきなんだな。だから指導助言で最終的には市長がこれ判断すべきところですけども、だから、大阪府としてとりあえず基準を統一しようよという呼びかけをいたします。これはもうそういうふうな、じゃあどういうふうにこう統一するかというのはもう部局の方にも指示をされているという、そういうことなんですか。今、部局で、できるだけ早い時期に、我々の方からのプラン案を出せるように指示しております。いつ頃こうメドぐらいで、だからそれも今、部局にもできるだけいつ頃って僕も聞きました。
でもちょっとその時期は待ってくれと、これちょっと専門的な部分あるんで、できるだけ早くに、そういう基準を統一できるように、のやるんで、少しだけ時間遅れというのが今の部局の答えです。ただ今回の件でね、やっぱり勧告出てるけどね、避難してる人が非常に少ない、これはやっぱり日頃のね訓練とか避難する場所がね分からなかったのかね、それともまあ自分でその天気予報を見てね、もうまあ言うたら、東側からまあ雨は止んでくるわけですよね。まあ、大阪から言うたら奈良県側からまあ雨が止んでくるから、まあもうこれで、峠を越しただろうということを、まあ一人一人の皆さんが判断して避難されなかったんだと思いますけどね。だからやっぱりただ、まあ、今回は、そういうこう避難をされなくても、まあ大きな命を失うところまでは行ってないんでね、軽傷がお二人ですから、まあ、結果としてはねそれで良かったんですけど、やっぱり、その、今現在降ってなくても、その山側から水が集まってきて、氾濫するということもあるんでね、やはりそういうこう勧告出た時は、こう、まあ、こういうここに避難してっていうね、そういうことが今まできちっと訓練なされてきたのかどうかっていうのは、これは検証が必要だと思いますね。これもまさに、もう避難したけどする必要なかったねって言えるぐらいでちょうどいいなと。僕はやっぱりこう、50年に一度、100年に一度と言われるそういう災害の、まあ、特別警報が出た時は、まあ必要なかった、必要なかったけど、避難して、夜あんまり寝にくかったなと言うぐらいでちょうどいいかなと思ってますんでね、しっかりとやっぱり地域の訓練っていうのをこれからもっとやっていかないかなと、こういうふうな課題はあるのかなと思ってます。これはまあ、もちろん基礎自治体の長がやっぱり一番考えるべきところだと思いますけどね。すみません、最後なんですけども、今回台風ではその大阪にはまあ、特別警報は出なかったんですけども、あの京都、滋賀、あと福井ですか。でただその実際の被害なんか見ておると、そのもう特別警報出た時点ではですね、もうその直後にもかなりの川の氾濫とか被害が生じているケースが非常にあったと思うんです。でそのふとして今後その特別警報をまあどう活用するかということなんですけども、なんかこう見ておって特別警報出てからいろいろ対応を起こすのではかなりその遅いのかなということを今回ちょっと教訓としてですね、なんか残したのかなという気がするんですけども。あ、そうなの。僕ちょっと今回大阪のことばっかり見てたから、滋賀とか京都ちょっとあんまり見てなかったんけど、特別警報以前に避難勧告とかは出してないの？普段のその水位とか見て多分出してる。いや、ごめんなさい、ちょっと僕もそこは、いや、それちょっとよそのことで、ちょっと大阪のことばっかりやったから、京都や滋賀でいつの時点で避難勧告を出されたのか、避難指示をされたのかはちょっとそのタイムスケジュールは見てないけども、それ特別警報出るまで、避難勧告を出さなかったということ。あの特別警報を出した後にですね、あの初めて避難指示とか、を出した市町村も結構あります。だからそれはやっぱり、まあ、その河川によってね、どのレベルまで来ればやっぱり避難勧告って、まあ、一定の、さっきも言いましたけど大和川についてはそこがちょっと違うわけですよね。どのレベルで避難勧告っていうところの基準が、まあ市によって違うところがあったから、まあ指導助言でこのレベルになったら避難勧告出そうよということを、これ大阪府としては市町村に、そういう、まあ、あの指導助言していこうとこう思ってますけど、やっぱりそれは京都、まあ、あの桂川でもある一定のライン来れば特別警報が出ようが出まいが、やっぱりその、これはあの権限は、基礎自治体の長だと思いますが、やっぱり
つ首長がやっぱりそこは決めとかないかんのじゃないですかね、うん、水位がどこで米南監督一つの目処として特別警報を待つんではなくて。わかりました。すみません、ちょっと補足させていただきます、水防体制のちょっと詳細人数ですけれども、水防体制としては581名それから、危機管理のですね、警戒班が41名、ピーク時に41名出ておりまして合計622名でございます。ちょっと補足させていただきました。他にご質問ございますでしょうか。あ、どうぞ。朝日新聞朝日新聞になります、はい、その避難基準とかの統一の点なんですが、府としてはもうすでに、平成19年に各市町村と合わせてですねガイドラインの方を定めていて避難管理基準については、まあ、氾濫危険水位を超えると判断された時というような形で市町村に指導しているんですが、それより細かく府として統一していくことが可能なんでしょうか。だからその氾濫の危険水位のを超えるときっていうのが、まあ4メートルっていう基準なんですけど、だから4メーターを、超えたらね、やっぱり、その避難勧告のちょっとラインとしてはどうですかと。だから結局もう今はそういう天気予報がしっかりしてるんで、そこから30分後1時間後どうなるか雨が降り続くんかどうかそれも大体分かるんですよ、ね、だからそのことのその30分1時間後にどうなるんですかっていうところがを考えて各市と町で、各市で避難勧告を出すのか出さないのかっていうところで、まあ、ばらけるわけなんで、やっぱりきつい側でやったらどうですかということを、まあ、指導助言していこうこういうふうに思っています。まあ、だから4メートルを、超えた時点では、まあ、避難勧告という形を、ね、そういう基準作りでどうですかと最終決めるのは首長か市長ですから。そしてそういう形で、まあ、一律の、まあ、数字を示していくというのが、まあ、望ましいというのをお考えです。それは住民のためにはそうでしょう、だからさっきも言いましたけど、どこかのラインでね、どこかのラインでそれが違えば、結局、避難してる人もなんで避難せなあかんねん隣避難してないやんかっていう話になるし、避難も、こう、避難をしてない人たちはこれ避難せなあかんの違うかということで逆に不安になるし、やっぱりそういう基準っていうのは一つ作っておいた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、ただ地形が上下がって違ったりとかですね、まあ、そういった状況があると思うんですが、まあ、知事としても基礎自治体の長がまあ考えるべきだということを先ほどおっしゃられていましたが、まあ、どこまでそこを縛っていくことが妥当かというところがあると思うんですが、その辺のバランスについていかがお考えでしょうか。いや、僕はだから、広域の今は長としてね、もうこれは命に関わる部分は、まあ、きつい側でいいと、まあ、こう思ってます、だからそれを各市長に伝え各市長どう判断するかです。だから行政のトップっていうのはそういうことです、まあ、命と財産を守るということでが一番の仕事になるわけで、だから市長から見れば、僕はきつい側言えばね、それはまあやりすぎだと言われる方もあるでしょう。それこそまた、住民自治がねその市長を選んでるわけですから、だから一つの大きな基準として僕はそういうこう、門を、まあ、示させてもらう。ただあとはやっぱり、基礎自治体の長がやっぱり考えるべきだと思います。すみません、話変わりますが、教育委員の、人事案件の関係なんですが、任期を切れる中尾さんについては、知事としてはこれまでの働きぶりについてはどのように認識されていたんでしょうか。ね、非常に、中尾さんも民間から来ていただいた方なんで、非常に
ご協力いただけたし、いろいろと、まあ、ご提案も、いただけたし、本当に、ありがとうございました。こういうふうに思ってます。まあ、今回再任という形で取られなかった理由というのはどういう点があるんでしょうか。まあ、1期4年、勤めていただいて、一つは、やっぱり教育省から、人材をぜひという、話もあったと、そういうこともあり、だから、井上さんに、その、次の教育長を担ってもらいたい、こういうことです。まるで自身の進めている教育政策をめぐって、まあ、意見が衝突した場面があるということを、まあ、首を出されたことというのも一つ背景もあるんでしょうか。中尾さん、いや、中尾さんはその苦言を呈されたっていうのは僕は感じてないですけどね。そうは感じてないんで、だから別に中尾さんを変えたいということで今回やったわけでも何でもありません。まあ、その中原局長から毎日の推薦があったので、まあ、それを実施したというのは、まあ、井上さんとお会いしてね、ちょうど、その世代の中学生かな、お子さんがいらっしゃって、教育現場に対して、まあ、父兄としてもいろいろと、こう話に行かれて、でコミュニケーション力のところは、まあ、ちょっと国忘れたけど、どこかで、どこかからこう帰国子女なんでしょうね、お子さん。そんな中でやはりコミュニケーション力どうやっていう、そういう話も聞いたんで、非常にふさわしいなと思います。ありがとうございます。他ご質問ございますでしょうか。はい、どうぞ。産経新聞、小さな産経新聞梶原です。さっきの避難勧告の話に戻るんですけども、今大和川の話が基本になってるんですけど、それ以外にもその自治体をまたがるというか自治体を区分けするような川、例えば神崎川とかあると思うんですけれども、その川ごとに基準って、危険氾濫水域っていうのは水位っていうのが決まってると思うんですけど、それを、まあ、確認ですけど、それを全ての川を4メーターっていうふうに設定するわけじゃなくて、川ごとでいいんですよね。川ごとで左右が違ってたらちゃんとそれを合わせましょうっていう話を区からする。そうです、分かりました。あ、ちなみにごめんなさい、もう一点、今回その大阪市と堺市が避難勧告を出しましたけれども、大阪府の側からですね、その指導助言っていうのはあったんでしょうか。要は出した方がいいんちゃうかとか。でそれは判断は、市町村です。要はその情報として府から何かを情報は共有はしてますけども、府が出せとか出さんとけとか、そういう権限はありませんから、あとあるそれは各市町村で判断をしてもらいました。だから今度統一するというのはあくまで上限、自分たちの権限はないけども上限指導と、だから、まあ今回のことを受けてね、それぞれ違う基準というのはやっぱり問題でしょうと、各市町に、ね、だから一つ、大阪府としてはこれで統一したらどうですかと思ってますけどということで、それを指導助言して、あ、了解ということになればそうなるんでしょうしね。大阪市も堺市も今回初めて避難勧告を出したということで、それぞれが避難勧告基準が違うということを知らなかったと。大和川で避難勧告を出したのは、まあ、これ正直今日も危機管理室みんなに聞きましたけど、誰も記憶にありませんでした。だからこの以前に避難勧告っていつの時代なのかね、それもちょっと一回、まあ、知識として調べといてということで今部局には言ってますけど、まあ、とにかく初めての避難勧告でいろんな課題出ました。でこの課題を一つずつ解決していくと、そんなら、まあ、
特別警報に出るさまざまな有事に対処できるということですから、まあ、今回、氾濫がなくてね、問題点は浮き彫りになったと、こういうことで、まあその問題点をどう解決していくかが我々の仕事なのかなと思ってますけどね。ありがとうございます。他ご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。あ、どうぞ。朝日新聞、朝日新聞になるんですが、すいません、追加で国家戦略特区の関係なんですが、すでにヒアリングが終わったということで、そのヒアリングの、まあ、状況については新聞のどのようなことを言われているんでしょうか。まさに、まあ、聞き取りですわ今はね。で、これもね、ちょっと聞いたらどれから優先順位はって聞くんでね、まあまあ、部局は一応それは、まあプロジェクトとしてある程度、まあ、精度が上がってるやつね、もう、まあ事業者向いてるやつが、まあ、それは優先かもしれんけど、僕がもしそれ言われたら優先で全部って言いますけどね。まあでも一応は今はそういう状況です。まあ、提案段階では高度人材のプロジェクトとか特区申請とかですね、まだ内容が完全に決まっているわけではない提案というのもあったと思うんですが、その辺はこのヒアリングの中でどういった形でさらに追加的な説明をされていたんでしょうか。まあ、追加的な説明というよりも、もう、まあ、提案書の通りですわ。僕らの基本的な考え方というのは、トップっていうのはまさにその区域に来ればこういうことをできますよというのを提案して、事業者は本来自由にそういうことをやりたいから集まってくるのがトップと、僕はそういう感覚でいてるわけです。でも、まあ、今回はやっぱり、まあ、言うたら行政側、まあ、霞が関側もね、まあ、大阪府側も行政の立場に立つと、まあ、差は去りながらしっかりと設計図作ってよという話なんで、プロジェクトというものも、まあ、だから今プロジェクト参加してる人たちも名前も出してその用意もするけども、認められへんかったらできませんよということでプロジェクト参加してくれてると、これほんま、本来そもそもトップとしてどうなのかなという思いもあるけども、行政側はやっぱりそういうしっかりした設計図のもとでやりたいというのがあるんでね。でそれはそれで、まあ、プロジェクト案として今出してますけど、僕らの考えは本来はこういう規制は取っ払います、こういうことができます、だから自由に企業なり事業者が、入ってきてくれる、事業者は選びませんっていうのが本来トップやと思う、こう思うんですけどね。だからそこを、まあ、要は、霞が関、それからこのトップの担当されてるワーキンググループの委員の皆さんに、そうでしょ、特区っていうのはということで説明したいと思いましたね。まあ、今回の提案というのは、まあ、かなり政治主導のですね、まあ、大胆な提案だと思うんですが、この辺がこう具体的に役所とかに説明をしていく、霞が関に説明していったときに、まあ、どこまで受け入れてくれるかという、まあ、最初壁があると思うんですが、この辺は最初のヒアリングを終えてどういう感触なんでしょうか。いや、これはまあ最初はやっぱり事務方事務の話だよね。で最後は総理の政治判断だと、でその総理の政治判断を補佐をする特担当大臣がいらっしゃるわけですから、大臣とこの間お会いした時もその話を僕はしてますんで、ね、だから本来特区はそもそもこうあるべきという、そういう形で特区指定をいただけるもんだと僕はそう思ってますよね。9月中にまた改めてですね、国の方に知事自ら働きかけをされるというご予定はあるんでしょうか。いや、もうその時々、こう、なんかな、その状況によって、例えば少しこの岩盤規制、どうもやっぱり今のこう規制を守りたい側にもうどうなのということであれば、最後は政治判断ですから、まあ、それは政治家として、まあ政府に、まあ、それは、認めてもらいたいという、
そういうことは言うになりますよ、うん、ありがとうございます、はいはい、あ、ご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それでは以上で定例会見を終了させていただきます。